神勢古学図、獅子舞図、東京芸術大学像。神勢古学図は、平安時代の武学、雑落、猿学などの様子が描かれた巻物である。作者不明。一巻。漢手には舞図とあり、古書には東米画という。これが、神勢古学図とか、神勢入道古学図とか称されるのは、近世に伝えられたものが、 いずれもその端末に数個の枚図が追加され、これに、衣装なご入道本心税追加入の別記とあることによる。はじめに、等の腰つづみ、貝鼓、つづみ、七力、慶老、昭、こと、横笛、語源、尺八、琵は、東初、九語、型、慶の総額の図が描かれ、次に、天、皇帝派人学、祖皇皇皇、新王派人学、 打球学、流火炎、再走路、開始、美古道、牢槍、古隠衆、法養学、安、弓子、抜刀、感情学、生ける爆者、巣王妃、白木駒、獅子舞、羅竜王、林遊学、白木学、水立母舞、猿学通りからは、陰刀す舞、四人おもだとか、舞、竜郭倒立、神合いなわるお玉、老犬、三道おもだち、 柳方通り図、牢玉、不世間上舞、人幕府、舞、パイロの舞が描かれている。数種の舞音が吹きされている。これらのうち、平安時代中期以後、防一したものが多く、女舞、猿楽など珍しいものが多く、おそらくはかなり古くに描かれたものであるらしく、武学の研究においては、極めて貴重な資料である。最古の写本が、陽明文庫にあり、 原則書本の素本という説もある。近世には盛んに模写された。写真版が日本古典全集にある。古学図、いわゆる新税古学図について、福島和夫説話文学研究、51から59、2006から07福島和夫、古学図、考えつけ要命文庫本営員、日本音楽史、研究6号。 上野学園日本音楽資料室2006年3月、ありがとうございます。